こんにちは。今回ご紹介します商品はこちら、おしゃれな USB 卓上扇風機です。扇風機？はい、このようなね、かわいいケースに、扇風機が入ってます。開けてみます。よいしょ。はい。色はピンクですね。はい、ほんとかわいい扇風機です。これが、USB 卓上扇風機の本体。で、その他に、これ丸っこい、説明書、日本語では書いてませんね。で、こちらが、サンキューカードは、日本語で、書いてあります。ちょっとおかしな日本語ですけど、ちゃんと裏側、日本語で書かれております。はい。以上、商品構成です。扇風機本体、これ、ジュラルミンでできてます。で、羽はね、プラスチックなんですが、なんとダブル、こちら側とこちら側、ダブルで羽がついてます。そして、これが電源供給用のコード、USB ケーブルです。で、これはね、取っ手がついてますね。こんな風に持ち運びができるようになってます。で、これが、この扇風機の台にもなります。こんな感じで、こちら USB ケーブルを通して、そして、こんな感じで、扇風機を置きます。で、これをね、USB に差し込みます。はい、つなぎました。で、これどうやって電源が入るかというと、これ面白いんですよね。この本体を触れます。はい、そうしますと、はい、羽が回ってます。はい、風来ます。これ一回触ると、弱風、弱い風が出ます。でもう一回タッチすると、ちょっと強くなりました。はい、強い風が来てます。そしてもう一回押すと、電源オフです。これ便利ですね。タッチスイッチというか、タッチセンサーみたいな感じで、触るとスイッチが入ると。で、これダブルになってますんで、この裏側も羽が回ってます。回ってますよね。で、こちら側も回ってますんで、結構ね、範囲は狭いんですけど、風は来てます。はい、これね、USB がつなげるとこであれば、どこでも使えると思います。モバイルバッテリーでも、利用できるかなと思います。結構ね、おしゃれな扇風機で、職場とかね、車とか、いろんなところでね、活躍することができるのかなと思います。はい、USB 卓上扇風機、おしゃれな扇風機です。今回はおしゃれな USB 卓上扇風機をご紹介しました。それでは今回はこの辺で失礼します。この商品は Amazon で購入いただけます。詳しくはAmazon ショップでご確認ください。